高松市の樋口レオさん。30歳の時に後天性の視覚障害を負い、現在はほぼ全盲状態にあります。植木花壇みたいなものが出てきた瞬間は結構難しいです。その樋口さん、今度は頭に何かを装着しています。するとこっちの向こうがおそらくなんか空間が空いてて、で建物があって、電話ボックスが2つ並んでるんですかね。これ目の前の状況をかなり正確に把握できています。樋口さんがつけていたのはこの装置。今世界で注目を集めています。これを作った会社は同じ高松市にあるこちらのスタートアップ企業です。物の色などを音で知らせる装置、水色クリップを商品化した会社で、視覚障害者の生活の質向上に向け技術開発に取り組んでいます。会社を立ち上げた中村 CEO、 原点はテレビで見た全盲少女の言葉でした。見えないことって不便なだけで不幸ではないっていう。不便だったら何とかしてあげれるんじゃないか、何かする方法があるんじゃないか。そして今開発を進めているシンクレオ、視覚を使わずに物を認識させる仕組みの要がこの額部分のカメラ。撮影した画像から目の前の対象物までの距離を割り出します。その情報を音と振動に変換。対象物までの距離が遠いときは音と振動がゆっくり、距離が近くなればなるほどと速くなります。逆に対象物がないと音と振動はありません。こんなこともできるようになります。自分で乗り物を運転して、あーすごい、壁のギリギリ手前で止まることができました。さらなる技術開発も。 AI が考えています。赤い風船は一時方向。AI を使って物の色や種類などの情報を伝える機能も実現しようとしています。この装置は視覚障害者の QOL 向上や点字ブロック設置などソフト・ハード両面で社会コストを大幅に減らすことができます。視覚障害者補助のデジタル製品市場は世界的にブルーオーシャン、投資家や企業も熱線を向けています。一般社会で孤立しがちだった視覚障害者、シンクレオは就業にも道を開こうとしています。先月カフェ店員を想定して行われたデモンストレーションでは、はい、あの器は持って帰りますので、はい、はい、お預けします。大変お待たせしました、ごゆっくりと、はい、失礼いたします。無事に飲み物を届けることができました。この装置、再来年の商品化を目指しています。視覚障害者分野っていうのはすごく母数が小さいと言われています。だけどそういう小さなところ、母数の小さいとこほど、まあ、僕たちがスタートアップと呼ばれる企業がその課題を解決することに僕たちの存在意義があるんじゃないかなと思います。